やり方なんかやり方ちょっとおかしいけど。皆さんこんにちは。こんにちは。ファグリー TV のケイシとシカです、はい。今回はですねこちらユフィット、バイブレーティングローラーのご紹介をしていきたいと思います、はい。こちら電動のフォームローラーになるんですけど、以前ご紹介したですねこちらのマッサージガンを、開発されたユフィットさんから、ご提供いただいたものになります。でこのユフィットさんはこういったマッサージ器具の他にも完全栄養食など、作ってらっしゃる日本のメーカーさんです。今回ご提供いただいて2週間ほどですね使ってみた、使用感ですとか、あとは商品の特徴などをご説明していきたいと思います、はいはい。でまあ、早速商品の紹介に、入る前になんですけど、僕らが普段、こう抱えている悩み、結構あって、まずですね普段私たちが使っていたのがこちらのノーマルな一般的なフォームローラーだったんですけど、これを使ってると結構ですね自分でしっかり転がさないと筋肉をストレッチできないっていうのと、あとはその体重のかけ具合で結構痛みが出てしまうことがありました。あとの使用感でも詳しく説明するんですけど、こちらの電動フォームローラーだと、そういった悩みを一切感じさせないぐらいの、かなり心地よい使用感でした。はい、はい。それでは商品の特徴ですねお話ししていきます。まずは4段階の振動調節が可能になっています。ボタンを押してもらうとスイッチが入って、はい、4段階の強度調節ができるようになっています。で3段階目だけこれ説明書に書いてなかったんですけど、波状振動っていうんですかね、弱くなったり強くなったりっていう振動になってます、はい。続いて充電時間なんですけども、だいたい3から4時間ぐらいで、マックスに充電できて、タイプ C ですね、 USB で簡単に充電することができます。で一応フル充電後のですね稼働時間がだいたい5から7時間ぐらい、結構1回の充電で、長いこと、使えるって感じですね。で表の、この表面の素材ですね、発泡スチロールみたいな素材を使っていて、結構体への当たりもすごい柔らかくて使いやすい印象です、では続いて使用感ですね。良かった点と気になる点も少しありましたので、どちらも紹介していきたいと思います。まずは良かった点、一つ目は広い面でケアができるっていうところですね。これはフォームローラー全般に言えることかもしれないんですけど、こういった横に長い形状になってますので、大きい筋肉ですね、例えば太ももの筋肉ですとか背中の筋肉、もちろんその背中の背面でこう転がすことによって自分の手の届きにくいところ、もも裏ですとかそういったところも簡単にケアができるので、そういったところはかなりいいなと思います。でこの電動フォームローラーのいいところは、そのマッサージの強さを自分好みに変えられるっていうところですね。こういった通常のフォームローラーだと、自分の体重のかけ方で調整するしかないので結構疲れるんですよね、なんですけどこれだとボタン一つで、マッサージの強度を変えることができるので、かなり楽に、広い面マッサージできてとてもいいなと思いました。あとはこちらの素材ですね、フォームローラーの素材自体がかなり柔らかくて、あんまりこうゴリゴリ来ないというか優しい素材になってますので、気持ちいいぐらいの刺激の感じで、マッサージできます、はい。筋肉を痛めにくいんじゃないかなと思います。なかなか普段普通のフォームローラー使い慣れてないと、結構強めにやりすぎちゃって、後で痛くなっちゃったみたいな結構あるんですけど、そうですね、これだとねその調節ができてすごい使いやすかったですね、はい。では、続いて気になる点ですね。これはね一つだけなんですけど、使用する場所と時間帯を選ぶっていうところですね、この電動フォームローラーなんですけども結構振動が強いんですよね、フローリングとかでちょっとやってみたんですけど結構下に響きますね音が、はい。賃貸の方とかだとちょっとやっぱり時間帯を選ぶ必要があるかなという感じですね、外に持っていく分にはいいかなと思うので、クライミングジムとかで、使うのが一番いいんじゃないかな。
と思いますね。で、あの僕たちも、まあ、クライミングジムに持って行って実際に使ってます。まあ、一通りちょっとお話ししたところで、僕らが通っているクライミングジムのオーナーからですね、あのちょっと感想をいただいているので、はい、じゃあぜひご覧ください。で、この、あ、気持ちいい、あ、気持ちいい、全然気持ちいいです。動かなくてもいい、自分の体重だけでね、してるだけでも、あの振動しないやつはあるけど、うん、あれ言うても自分でこうやって動かさないと、そういうことか、振動してるから動かさなくても、うん、そう、それで自分のちょうどいい体重の乗せ方で痛い痛くないが調整できるから、うん、全然いいじゃん、めっちゃ楽だね。ね、だってこのまま寝れるもん。気持ちよすぎて。いやいや。いや本当、本当に。じゃあ寝てみてください。マッサージ。寝た。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。今回はユーフィットバイブレーティングローラーの紹介でした。一言で言うと、手軽にですね、かなり高品質なケアができるいい商品だなと思いました。これからも我々個人的に、引き続き使わせていただきたいと思っております。はい、で概要欄にこちらの商品のリンクを貼っておきますので、興味ある方はぜひご覧ください。はい、商品リンク限定でクーポンも出ているみたいなので、ぜひご利用ください。それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。